ダイアンのラジオさん。さんどうもこんばんは。んんはダイアンです。お願いします。いや、始まりましたね。あれ、なんか音が来てない。え嘘。うん。お、俺は。来てないよ。ええ、来て,来てない。来てない、来てない。ああ、来てない。うん。うん、俺は来てない。ああ、来てない。音楽がならなかっただけ。音楽ならなかった。ああ、そう。 あ、聞こえてくる。そんな大丈夫や<れ> <laughs> だってなんで大丈夫。そんなちょっと来てへんかっただけでそんなあることじゃない。なんで囚人のペンを取るん <laughs> <laughs> です。なんで衣装書こうとした。<laughs> <laughs> 音楽聞いてへんだけ。<laughs> でそれをまあ上手いことやっていこうや。グリコのやつ見せて。はよな。 1> 1年目みたいな顔してたね。<laughs> 音楽来てへん時に俺の顔見る時に。いなもう来てる来てる来て今,今,今来たけど。別になくていいやんけ。<laughs> また来てんそ,れそれはそれでうまいこと。<laughs> いや、なんでなんでなんでお前衣装書こうとしてんじゃん。なん <laughs> <laughs> で書くねん。 なんで書くか。このラジオの音が来ませんでした。この音は取れてるよね。おんなも大丈夫。ドンと構え聞こえ。なんかイヤホンラジオ何年やってんねん。さイヤホンかな。何十年やってる。イヤホンも聞こえへんまだ。俺も聞こえてる。ラスエンだって。一命で んか前から言うてくれみたいな顔してたからさいやいやもうほんましょっちゅうやな最近その顔多いいさどこの現場行ったんそんな顔するやんそろなれんとやかんやんこれなんかもうほんまにびっくりするからフジテレビでそんな顔してるしさもう入られへんようになってるやん ちょっとちょっとまだや。もう音切れてるから大丈夫やって。イヤホンか。<laughs> 音来てへん。

すごいわわけからんこいつちょっとて。<laughs> <で>ちょっとあのー、ちょ俺思うね<に>なんでこのラジオの時だけあのなんかスタッフこんな少ない <laughs> 前の時もうあと一人二人いたんやん,なんかアシスタントで手伝ってくる,る今日,今日,今日その密着が入ってるからさ、うん、その恥ずかしいんですよ、うん、まさかやで4人でやってんねん姉ち含めてそんなラジオある <laughs> 4人やで最小じゃないラジオ界で。 俺今日どこのスタジオか分からんくて、うろうろしてたから、ね。<laughs> 毎回違うから。こんな少ないラジオ。ちょっとね、低予算でねち。ちょっとした部屋でやってる。<laughs> 田中君も、はし、ドラムの前で、ちょっとした部屋作って。<laughs> <laughs> ちょっとやばい。低予算でお送りしてんのよ。 いやいや。まあまあまあね。ありがたい話でございますけど。これでおもろけりゃこんないことないからね。お金が買ってなくて。かんこえごで。音楽止まってる。大丈夫。止まって。なんでそれグリコのやつ見せんの。一緒書こうとするしょう。大丈夫かな。大丈夫やって。ちょっとあの。ちょっと寒、寒。だいぶ寒ない。いやもう 今日なんかむっちゃ寒いねんけど寒かったなあびっくりした寒ブと思ってなんかずっと寒かった建物の中もああ今来たけど新幹線中も寒かったちょっと今日はほんま寒い隙間風なんかオープンカーかなどんだけお前300キロのオープンかってぐらい寒かったちょっと寒くてねいや俺午前中外出ててんあの 子供と嫁さんなん買いい物行きたいよ、うん、むちゃくちゃ寒かったほんまにテンション下がるぐらいもう足のさ爪の先っちょも元気冷えてほんまあれ足が冷えるのめっちゃいいじゃない,いや足を冷える俺一番嫌やねほんま足足湯に入りたくならへん <laughs> この感覚をかるそれはもう風呂入りたいけど全身の風呂入りたいけどあの探した足、あのー、探したないやろ <laughs> あれはあれ温泉地ぐらいか温泉みたいにさ <laughs> 温泉地しかないでない,な,ないねんほんま悔しかったもんほんますっきやな <laughs> 足言うとあの顔出しパネル絶対やるやん <laughs> 顔出しパネル「滑るで」言ってんの「何 <laughs> <laughs> 滑るで」つってほんであの車で行ったやんやけどさ、うん、ちょっと駐車場でぶつけて思ってまよ<嘘> <laughs>、まあ 何にぶつけたんあのさずるいうすやんっていうぐらい低いポールみたいなあるあるあれオレンジのやつオレンジで黄色のやつオレンジで柔らかいやつ柔らかなややつで一応センサーみたいについてる車でバックして高いもんやったらビーとかなんねんほんで俺結構細い駐車場でまあ普通にバって入ったら急にビーってなってこの瞬間止めたらもう遅いそのねガカンってなって あ止めたのにぶピーってなった瞬間止めてんけどもう間に合ってガンって言うてん、うん、ガンって言うてほんで嫁が「何ー!」ってなって「出す、うん、んな!」言うてちょっとコスっただけやってみたらもうリアの、うん、リアのバンパー、うん、もうバゲー割れて,割れてで扉がちょっとへこんでて <laughs> めちゃくちゃへこんだもんよしっ <laughs> <laughs> でもなんか、な、<laughs> でも、なんか聞いたら、なんか全部たたで直して、新車くれるよ、う出たわ。 どんなサービスやどんなサービススープ直して代わりにフェラーリくれるしすげえ保険入ってないから何かそうなの俺言うた方がいいからだいぶ損してますよって言うた方が保険で毎月3000円やけど今俺ファミリーカー乗っててぶつけてなんかぶつけましたよっな代わりにフェラリ送りますよって小さなフェラリ送りますって言ったむちゃくちゃおホやんそこの保険屋さんって言うててだから 次がフェラーリアねもう最悪やん乗られへんも家族二 <laughs> 人しか乗られへんからさ <laughs> どんな保険入ってんの ?30003000 新車のフェラーリくれる新車のフェラーリくれる<ご>どんな保険やねん <laughs> <laughs> ほんまも,もうめっちゃ時凹んでもう嫁はんだかもうしゃあない言うてんやけど<ら>もうんーじゃこんなち何のななポールやねんこれ言てもうめっちゃマジで腹取って あんな何の意味があんねんそのボールてそれでもせめてやらこせと思ってそれちゃんとあれあのそうやってもう言うたら事件やん事件じゃ電話してちゃんとその駐車場のとこ電話してあのねんか当てました当ててしまって全然大丈夫ですって折れたりとかしてないでから何もなってボール勝ったいからさもう何もなってへんわけよ何もなってないですも全然それはもうそちらの方でみたいな警察は俺出ましていい 遅くなってすいませんって。<laughs> <その S 1> 報告遅くなってたんですけど相方がなんかちょっとブルブル震えてて泣いててどうしちんえって聞いたらどうしちんえって聞いたらぶつけてしまって。<laughs> それを人引いてるやつ。一緒に言ってくれるの俺。あれもなんかもう無表情配出。真っ白。このこえ粉吹いて真っ白な顔してさちょっと痩せて。あて逃げしてるやん。ん <laughs> 人引いてるやん。ん 一番引くやつやつ。まあ、な。で電話してもうそっちでやってくださいみたいなことでもうめっちゃ面倒くさそう言われてる。もソロも払ったって。ね、これ。でこのちっちゃいポールだね。なんだポールだねこれ意味わからんあな。まなだがその。やらこせよコインパーキングやろ。コインパーキング。もうたまにあるやんそのもうめちゃくちゃいびつな形してる<う>コインパーキングどう止めんねんて。って 絶対もうお尻道路でさケツしか入れへんような駐車場よある言うとき思えへんあれ頭に入った時めっちゃ焦らへんあこれ絶対ケツからしか入られいパターンのやつやあるめっちゃ焦らへんあの、俺俺ほんまままさに俺昨日それやったもんぶつけたいやもうぶつけてないけどギリギリほんまになんかあめちゃくちゃいびつな形してた 駐車場ででも1台空いてるのが一番奥やってんそこはもうちょっときついとそこも入られへんね周りにも車と思ってたんでまだましな方の手前の方の1台空いてるとこに入れようと思ってこうでも狭いからもう入られへんのよそこに難しいな何回も切り返ししてたらそこにまた後ろから入ってこいってあの軽自動車の男の人ってでなんかずっと待ってんねん。 めんどくさそうなんでちょっとこれほんまはケツから入れたかったけどもうあれは頭から入れようと思って<ー>頭から入れたんやけどで両サイドに車止まってるからなんかちょっと変な入れ方してもって変な入れ,斜め入,れ斜め入れ方で斜めしか入らへんので最初斜めに入れてもうたほんならそれがめちゃくちゃ右の車に寄ってもうたんやこす,こすったこすってないねほ<ー> <laughs> んでやばっと思ってめっちゃ寄ってるわと思ってで一回入れてから切り返してやるんだけども戻らへんねん狭すぎて切り返すスペースもないから。 んだんだん切り返してるうちにさらに横の車に寄っていって<ー>ほんまにあとどれぐらいやろもうこの1 5ンチぐらいで<ー>隣の車みたいなあ当たらかったででもこれ俺もうやばいわあ<ー>止まれい。いつ当たんね<笑><笑><笑>いつ当たんのほん <laughs> で俺一瞬もう隣の車の人戻ってきたとしても乗られへんぐらい<ー>扉が開かれたら<ー>でやばっと思って。 俺んかちょっとあかんせいった一回落ち着けと思ってたらサラリーマンみたいな男の人がずっと見てて隣の車のところでほんで「あこの車の方ですか?」って聞いたら「あ違います違いますけど僕の知り合い僕の乗ってきた車です」とそのぶつけられへんか見てるわけ。んか見てはって「あすいませんちょっと入れ方見せてもうてちょっとギリギリになって思ったんですけどちょっとすぐ出しますんで」みたいな なんかその人めっちゃいい人やって,てなんか見てくれたりとかしてほんで「あちょっとあのもうあれ上がってんねん」言うたら反射板みたいなあ,あ,あ,のあ,のあタイヤのとこックねそ、うんなクが出てこへん2人とでそれタイヤもきちきちになってるからこれ一回お金払って生産した方がいいですよみたいなの言われて一回生産して,で下,ろしてで下ろしてほんでなんか隣の車もなちょっと斜めになってて、うん。うん <laughs> ほんならちょっと僕これ僕らもちょっと斜めになってるんで、うん、あのちょっと今運転手呼んで「戻しさしますわ、うん、すいません」みたいないやいやめっちゃい,い,てちゃい,いし人やって「あ大丈夫です」っつって、うん、下ろして何回切り返してまた普通に戻って、うん、ほんでなんかまた行くと「あすいませんでした」みたいな「大丈夫です大変ですねおまね狭い駐車場やから」うん、みたいなめちゃくちゃいし人やって。 ほんでなんかんあのいやいやすいまんせん車あんなギリギリ寄ってもうてとかでも全然当たってないで大丈夫ですあそうですかでもこっちも悪かったんですすいませんなんかお詫びにちょっと新車のフェラーリありますそういう絶対騙されてるでお前なんで駐車場入れただけでフェラーリ,ー <laughs>、ね、<laughs> ラーリーもらえない <laughs> どういうシステムやで,んで、ね、新車のフェラーリーもらえる 俺いつ届くんやろ。ほなええやん。う俺嫁がぶつけたら絶対あいうけど。ででも嫁にめっちゃ言われたもう絶対覚えておいての私がこの対応したのっつって。あの私一切私がぶつけた時も。そう。もう優しいしてやい。え嫁さんそのぶつける。いや何回かぶつけとんねんか。それめっちゃ言う。それ時まああんま言わんけどおむちゃん。ザー マジじゃないそれは嫁さんなん言うてる誰の車れそはさが一応言うてくるんぶつけてもうたそれか言わずにお前が見て気づくあれなんか当たってるやそれもある怒るあっこすってるやんて黒なってるやんてもうその時はんかんかえねえ分からへんとか言うてんけどサぼけてたんやそうでもなんかこすったら取れてペロペロペロってでも言うたんも言うやんて お前から。これ変から、そんなんで。で、次から言うようになって。そうそうそで、ちょっと、お前をぶつけ、てもうた。で、ミラーのとこ、ちょっと削らとるやんって。ちょっと、お前ぶつけてもうた。なるほど、なるなるほど。頭おかしい。なんテレビ出て、あかんね。もうちょっと、もう、ほんま、もう、まあ、まあ、いいけど、言うて。もう、頼むわああ、で、言う、言うやん。 嫁ときなもう、うん、もうそれは言わへんで、うん、もうもうマニも,う、まあね、もう頼むわの言い方言 <laughs> ええけどもういでどれも,ものすごいへこましたからどれ <laughs> 自分で腹立ってやねこのちっちゃいボール何 <laughs> <laughs> の意味かんねんこれ <laughs> めちゃくちゃ腹立ったマジなんかその奥のなんかを守ってん機械みたいなああ機械ぶつかってえこんなもんあっ機械の前にこの時反応せんちっちゃいボール立っとんねん めちゃくちゃ腹立ったもん。まあな。うん、いやそれはご飯食べたら治ったっけど。<laughs> まあそれはあるよ。ね、帰りまて思い出した。小さい。小さい車やったら、く小,小さい車や。小さい。誰が小さい車やね。小さい駐車場やったら、めちゃくちゃでかい車やわ。<laughs> 小そ <laughs> の車ちっちゃいとか言うなよ。<laughs> あれなんかたまにあるやろ。このもう。 一切駐車場がなくてもここは止めたないわぐらいもう2台ぐらいしか止めれへんあの駐車場とかあるやんもうこれもう道からもう出てるやんああ半分ぐらい出てるからあるやあんなん嫌やし駐車場代もさわけ分からんないあれもなんかさ全国一律させえへん表示あのが分からんほんまに何歩払ったらいいのか分かんないといしてるけど これはもうじゃもうマックスいくらまで行くんかとか分からんかったりとか一日最大何本みたいなのあったりするけど、うん、ある全然違う値段出る時あるやんあるあるただし何番何番を除くみたいなのあったりあんね、うん、何やねんそれ番号でさ十一番十五番だけはあの適用外みたいなのあったりする、うん、わけわからなくないわからんなマニアなんかマヌプ,プ引,き引き抜いたのかと思ったもん、ま、<laughs> ちょっとは <laughs> あのな、ー、んやろでも で、ABC で出してくれへんなんで ABC で出さなあかんねんじゃあ言うたらもうラジオ行く時のやか事故やからいや買い物行ってたやろでラジオ行く時の事故やとしても出すか<笑><笑>それなんか出へんの ?ABC からなんか労災みたいなさなんで出へんねん ABC 行く途中にお前が事故って死んだとしても葬式も消へんわ <laughs> それはこいや <laughs> それは濃いそれ,それそれは白状すぎるやんも <laughs> な,なんでも <laughs> ABC 出えへんのいやそれ出えへんやそ別関係ない TBS だって出るんちゃうけ <laughs> <laughs> TBS 看板作ってくれたぞ <laughs> おい ABCTBS <laughs> 行ってこいや ABC のラジオのツアー組んで行ってこい <laughs> <laughs> TBS の前見に行ってこい俺らのラジオの看板出てたぞ <laughs> 作ってたぞや TBS は <laughs> ABC は4人でラジオさせて <laughs> <laughs> 車のシリーズでも出さへんしお茶一本でマジでラブル剥がしてどこのお <laughs> 茶と水でれ入れてきてんねやろどうせスタッフが家から <laughs> TBS 行ってこいバス貸し切っていってこい <laughs> TBS に ABC のラジオ1個1個様で <laughs> <laughs> ダイヤのラジオの看板が出てるわ <laughs> 何頼むでちょっとねあのー、ほんマにマジでえへんかな でね、なんで出んねん、お前がそのぶつけた車の。吉本 <laughs>、吉本関係ないよ。吉本なんか絶対出えへん。芸人や、吉本のさ、吉本出してくれんから。か吉本絶対出えへん。ま、お前、俺この間、今まで落ちてた領収書、これ、なんか落ちんって言われたんですけど、言われたぞ。<laughs> なんでやねん、お前、今まで落ちてて。<laughs> これ今まで落ちてたやつですよね、って言われた。そうや。あ、ちょっともう一回やってみます。なんで落ちひんねん。それ <laughs> ほいで、だからか吉本のなんか領収書。うん、帰ってくる時、なんか銀行振り込み変わってんか、うん、なんで一割引かれてんねん。<laughs> そうで、銀行振り込みに変わって、ほんまに計算おてんねやろな <laughs> <laughs> 正直な <laughs>。なんで一割やねん。ね <laughs> なんか。 ちょっとだけ無茶苦茶ちゃ丸損してるやつがでお前なんかの交通費なんかの交通費丸損してるやん悔しいねぐらいやから吉本から出るわけないやろお前の不注意だあげやつなんで出すね一応出してみるわマネージャーに出してみるでどう出すね出し方もむずいやろ領収集だこれぶつけたやつのちょっと修理だよねけど YouTube でだ上げてみたいな。なんで YouTube で経費どっちるかな。あの <laughs> 車ぶつけてみたってい <laughs> う動画でぶつけぶつけた瞬間ないよ。<laughs> <laughs> 直してみたとかさ、一人で一応直してみる。<laughs> 市販のもので直るんかみたいな <laughs>。ちょっとやってみよう。よし行こう。それで行こうい。それはお前のあれで保険で直すや。 一応今度社長さん ABC が ABC の社長一応ノックして作る途中でちょっと車ぶつけちゃった修理台出してもらいますし TBS 看板作ってくれてちょっとなちょっとほんまにうんまあ気ぃつけなあかんわほんまに気ぃつけなあかんでほんまそう人とかだ、ぃつけてよかったほんま駐車場でポールにこすったりとかぐらいでええ耐えた耐えたほんまそれがね嘘 なんかおじいちゃん自転車のおじいちゃんをに当たったとかな、うん、とんならぼなんてやって <laughs> 確かになそう駐車場で子供とかよくあれや,やでに比べてほんまになお前よかったお前勉強だよこれほんまいやお前それですんでよかったあれなんやみんなもうほんまよかったみんな笑顔やったもんなん,かなんで笑顔<笑>よかったよかった言うていやでもなほんまにちょっと事故も やっぱあるし気ぃ付けなあかもう俺らもうそういう仕事えかちょっとほんまに思あっほんまに思うてよあこれ人とか車とか事故だけでもなそうそれだってさもしそれほんまポールやからよかったやん車こするぐらいでそれほんまになんか人身事故であるとかさ他の車にぶつけてでなんか。 こうちょっと分かってたけどほんまお前は何か当たった<ー>でもこ、ま、う、あ、<ー>な,なってさもう気遣かんふりしてその家帰ってさ <laughs> でなんか竹市と飲みに行ったりとかしてさ <laughs> 井上やん <laughs> その間に来るで警察で <laughs> その半年後ぐらいにな<う>焼肉屋で夜中にな <laughs> 井上の道やん <laughs> <laughs> いやとかやったらと思ったら、俺と思って今日もでぶつけてやん自分。それでも俺な汗って中心中に電話するわけが。井上すげえ乾燥してるなもん。だってな、あんなできへんで、離れませえん。ただ逃げる。ちょっとだけ、そこはちゃんとしたよと思ったんけど、ほんままさにそのな、なんかニュースがほんま昨日かおぐらいになんかネットニュース載ってて、井上熱。井上のというかなんか小島さんかな、小島さんが 小島さんあのアンジャッシュの小島さんがなんか,<ー>なんかの番組でぶつけた石田と一緒やって<ー>で小島さんも渡部さんがなんかちょっとそういうのあったあで石田も井上のちょっとそういうのあったのでのちょっとそういう話になったみたいなニュースが載ってた<ー>でその時に井上の事件のことをなんかちょっとだけその記事を振り返ってたやんやけどその記事見たら。

もうちょっと身を引き締める思いいやほんまね本当に気をつけようと思ったほんまほんますいませんでしたっていう話ですはいまあねあのー、まだそれでだから良かったっていうことですわいやほんまに良かったほんまほんまうんと気づけなかそうだって,だってな保険でぜ何とでも何年からせやなでも保険、うん、なんか言われたらもう保険どう使うのも難しいや20万ぐらいかかるわけよそんなかかるのいやいやあの保険,保険 使ったら等級が下がるわけよ三等級下がってで、その分三年高なんねん高なんなそれが二十万円だいたいああ、そういうことねだから、修理だけ二十万円使わずにそう、二十万以下やったら自分で直した方がいいのもなんかいろいろあんねなるほどでもフェラーリもらえるからいいけどななんで、どんな保険やねんだからフェラーリもらえる俺言いにくはその保険屋さんでもう一回よく考えた方めちゃくちゃ損してますよってニコニコしてあった ちょっとほんまねいろいろありますね気をつけなあかんほんまね今はでもあれじゃないですかやっぱりああオリンピックオリンピック俺あんま見れてないね正直見てる見てへんのまあそんななんかこんだけ口から出へんってこと見てへんいや全部は見てへんけどあの主要なやつ主要なやつとかはあの何見たえ何見たやろえフィギュア男子フィギュア男子フィギュア スそのハーフパイプジャンプ主要なとこやな主要なとこが見てるよ俺フィギュア見てないわフィギュアあの羽生君がね4位ということで2連覇3連覇かかってたのがちょっとでもあれもさ羽生君になっちゃってんかあのショートか羽生君のショートが。 そ結構でかっういうと最初のジャンプの時に氷にちょっと穴というか溝みたいなのができてたんでちょうどその飛ぶ時にそこに引っかかってホマは4回転ぐらい飛ぶはずだったのが1回転ぐらいに急遽なってしまったみたいなだから誰かが滑った時にできた溝というか穴がちょっとそこに入ってしまったみたいな。ちょっと 一回ずつ直しちゃいいのになまあそのしてられへんやろなそれもやっぱやってられへんちゃうそんなだって一回一回入ったらもう何回も入らなかそのうちも氷削れてなくなってどんだけ削ってアホがやっていやちょっとねでもあのいい子なしやみんな同じやから高橋沙羅さんあのか鍵山くん

兄さんにしてくれと <laughs> <laughs>。思えんよさんで。芸人しか見えんじゃん兄 <laughs> さん。今へんもあんまり引さん。金取ってこれでも兄さんになったなっていう。<laughs> どんなこと。感じがしてるほんまに。どういうことや？あん素晴らしいから。兄さんそのまま金取っても。<laughs> ちょっと、えー、フリースタイルスキ、えー銅メダル。 えー、堀島選手も取ってる、ね、いっぱい取ってるよなんか団体ねあフィギュア団体素晴らしい銅銅、うん、メダルもういっぱい取ってる平野やむかっこよかったねかっこよかったあもう落ち着いてみられたねあのすごい冷静よねあんな飛ぶかむちゃくちゃ飛んでたなもうすっごい冷静じゃなかっためちゃくちゃ冷静なんかほんまに あお願いいしますみたなさ、ほんで二回目があんまりなんか点数伸びひくとそううそそれでもなんかちゃんと三回目あのさらに上で決めるってかっこよかったな素晴らしいな男前やしんか兄弟出たもんな弟くんまあよかったわ素晴らしかったよもううわ回ってめちゃくちゃすごかったなやってなほんますごかったほんでなんか最後あの金銀銅 取った選手はこのあらん時に、平野歩夢君は金やから真ん中やけど、両サイドの外国人のしむちゃくちゃでかかったもんね。うん、ああ、体格の差を。ほんまそう、びっくりしたこんなに技術で。身長ちゃうんやって。すごいな。めっちゃでかかった。しかも、だって。夏のオリンピック出てんねんで。スケボーでね。スケボーで。うん、ほんで、その後すぐこれで決める。すごいな。すごいわ。かっこいいね。うん、天才。なんか素晴らしい感じがする。おめでとう。う <laughs> る ほんますごいな。すごい、すごい。まあ、あと、ジャンプね。小林陵侑選手。選手ね。あの、素晴らしかったよ。え監督の。葛西さん。葛西さんね。葛西さんも、おめでとう、おいてあの、ノーマルヒル。が金メダルか。そうですよ。ラージヒルが銀メダル。すごいな。ほんまに。強い選手です。ほんに。 やっぱあれよね高梨沙羅選手のあの失格のウエアのウアあれねほんまにあれほんまかわいそうやなと思うわで俺ほんまにさっきも言ったんやけど統一したらいいと思うよん SML ぐらいでさあよくないもうあんたの S ねとかほんまよくないそれったら何の目もないわけやんかだから これで,オーダーで作確かにそのじゃあちょっと大きかったんかも分からへんけど、うん、でもその審査のやり方にも問題はあるやんと思うねなんかこれさちょっと失格者出そうとしてる感もちょっとあるやん最初にさもう1時間前ぐらいに就航させてさ、うん、その時測ってさって「あほなも君これ OK なこれで本場飛んでよ」とかさ、うん「もあるはずやからそうそうこれあかんわ君ブカブカやわ、うん、なんちょっともっと小さいのにして」とかで、うん。 でオッケーってなってみんな飛んだよやんやってからやるのってさそうそうそうドーピングやったら分かるでそうやねそれ卑怯やなあかわいそう聞,聞いてるかな多分聞いてはると思う高梨沙羅選手は多分聞いてると思う高梨沙羅選手がこれをほんまに <laughs> まあオリンピック選手も聞いてくれたからなそうだから飛び込みの寺内さんが聞いてくれてたやんそうやな,なんとか寺内さん経由で高梨沙羅さんに、うん、なんかこう行ったらいけど関係なさすぎるよ <laughs> あんなスキージャンプ飛び込みの選手や <laughs> いやでも共通点がない自らできてるもんみたいな <laughs> あれでもなんかかわいそうやなと思ったないやかわいそうすぎたってだって2日前もあの同じウェアで飛んでんやろあそうなんやって言ってたなんな,な <あ S 1> もう謝らんとってって思って俺いやほんまにま <あ S 2> 逆にありがとうやわほんまに 言ってだけだよな。うん、素晴らしいジャンプ見してくれたよ。高橋、来てくれんかな。来るか。<laughs> 俺らが、俺らでお手製のメダル作っかけたけへん。ほんまに。それから気持ちあるよほんまに。なんかやっぱり、高梨沙羅選手はオリンピックの時に、ちょっとなんか。あんまり、う,ね、うん。オリンピックの女神にちょっとね。なんかな。ふんってされてるかもしれない。なんかちょっとあるよね。うん、そんな感じが。なあ。そこがちょっとなんか。 思うよねほんでなんかさそのなに審判みたいなそれをジャッジした人とかもさ、うん、あれやろほんでなんかジャッジの仕方もいつもとちゃうかったらっなんか両手上げてみたいな、うん、両手上げんのと下げるの全然違うかなやっぱり。ちゃうんちゃう。あとなんかいつもスパッツみたいなのはいてて、うん、でその上にウェア着てるやんかほ、うんでその状態で測るらしいんやけど今回スパッツも脱がされたらしい 何でなんやろなん分からんだからいつもとはかり方ちゃうねんとかさでもなんかその測った人のインタビューみたいのはなんか見たけどなんか明らかにブカブカやったよって言うて、うんうん、言うとってそうだからそれも俺も聞いてししそれからそれがねあれやったら分かるでそれやったら分かんねんなジュディ・ヨングさんみたいなビラビラ <laughs> 西初秀樹さんみたいな最初秀樹さん絵に <laughs> ついて 跳ねついてるみたいな手あげなさいよって、うん、翼みたいバサッて翼みたい、ええ、ガチャバみたいな鳴 <laughs> ってるとかで分かるででもそうじゃないわいやそやでそれはだからだから俺そういう意味で服もう統一したいと思うほんまに SML もうそれぐらいだからそれ SML でも例えば S の選手やのになんか L 着てたりとかそ,ううでそれはもう決め S ね だからスキ,スキーウェア借りるようなもんでさあでもそうやったら、うん、そうやったら自分の体格を、うん、例えば S ねって言われたのにもうちょい痩せて、うん、もうちょいブカブカにしてちょっと浮力とかってあるやん,そ,やんそういうする人もおるかもわからんから、うん、事前のチェックでええやんと思うよあ,あ事前のチェック派な俺はも SML で分けてその,の SML で分けてもあんまりこう解決せえへんから当日,当日もらうっていう <laughs> <laughs> 受付で もいやそれやったらもう何ブリーフ一丁で飛んだらええやんと思う女子どうすんのな,なんでおっぱい出しったかな。<laughs> いや誰が嫌そんなんやったら。誰がいやんねん。<laughs> でブリーフ一丁で飛ぶ競技誰が <laughs> 飛び込みの選手にしてやん。<laughs> な,<あ>なんかもすげえかわいそうやなと思った。なんか過呼吸ぐらい泣いてたやん。えー、なんか悔しいな。まあなんかでも あれっていうなはほのスタッフさんのミススやみたいなタッフさんが「もうこれでいこう」みたいに言うのこのウェアでみたいなでんか絶対何着あるわなそうでんかそのパンプアップするらしいよねパンプアップしてそれちょっと大きさしてウェアをちょっと出ミリ単位にででもそのパンプアップがいつもほどこうならへんかっ寒すぎて多分多分気温とかそういうのはもあるやんそういうのでだからちょっとよ ちゃうかみたいなとこもなんか言ってたけどなすごい微妙な世界で戦ってたらなそうそうだな、うんまあ、だから確かにそのスタッフさんとかもその辺結構ギリギリは攻めはるらしいよああなるほどりそりゃな1 m 1 0ンチでも遠くへ、うん、そうそうそうまあなあ、うん、攻めた結果っていうことになるかもしれなだからこれも教訓になったんじゃないああんんま攻めすぎてあかんぞ言うて だから、うん、そ,その検査で通ってる選手もいるわけやんそうそうそうだからそこの検査の仕方をちゃんと統一して失格者をより出さ変んような検査にしたいのよなあなるほどそれ思うねかわいそうやん4年間一生懸命やってきてそれでさいいジャンプしたのにそれで失格なのホやでめちゃくちゃかわいそうや悔しいわほんまにもう一回やらせてあげたいなほんまそうやな オーラでなんかちょっと作る小さいジャンプ台みたいなでここで飛んでっつってでどんな上屋でもいいおいで飛ん大きくでも飛んで大きくてなんか俺すげえな可哀想なと思った大馬鹿者だ俺らほんまにほんまなちょっと迎え入れてあげてほんまになもうあったかめも食べ言ってほんまほんまちょっとなんかほんまこうやじ呼んであげたよわ で読んでどうすん,ねん。いや、だからねぎらってあげてさ。いや、それ別に俺らがせんでも、その、周りにも、小林陵侑選手とかもめっちゃハグしてたやん。あ、小林選手が。うん、が、大丈夫ですよ。うん、高梨選手に。ハグしてた。かわいい。かわいいどっち。小林陵侑選手がせ <laughs> んね、すんのかわいい。<わ> <laughs> <laughs> いや、ほんまに。なんか。なんか,な,なんか助けることあったら、助けたて。ほんまな。うん。なんか。 もし、あのー、多分な結構めっちゃ泣いてはだから、うん、やっぱりすごいショック受けてはると思うよう高梨選手はででなん何か言ってたやんやんかその他のジャンプの選手の人生を変えてしまったみたいいやそんなことないで多分俺ずっとショックがあってやると思う、うん、でくれご飯も食べてんと思うね,うね <laughs> でもしあ,のあれやったらあの俺いつでも行ってカレー作るからさ。<laughs> あのー 高梨選手もし食べて高梨選手のね身近な方でもいいです、ね、食べてへんよって言ったらあのメールいただけたら、うん、あのカレーユースケのカレーのコーナーまで <laughs> あのメールいただけたら作りに行くよほんまに <laughs> んま何も食べてへん人の最初はカレーきついちょっともうちょっと軽い何やろちょっと和食な感じ香辛料きついと思うからさいやなんかお味噌汁とご飯とか<す> <laughs> いや、なんかあれやなそうちょっともうほんまになんか家の本パーティーとか読んであげよう <laughs> かなうちの子供無邪気やからさなんか一瞬でも忘れてもらえるかな思ていやそれ忘れはらへんしそれ読んだとしても <laughs> <laughs> んかしてあげてななんかあのー、車直すとこもしてあげようかなそれでどう思ったらええねその高梨選手は直った時に <laughs> あじゃあもう帰ります <laughs> その注射じゃ見に行こうか一緒に。いってどうするん？ポールに目くうてさ。でそれお前中心すぎる。わがますぎる。お前のこと。高橋さんのこと思高橋さん高橋さん高ちゃちゃなってる。ちってちょっとなんかあのこれででだいぶ物議。今回ちょっと言わしてもらっていい？何？今回オリンピックこういうのはちょっと多すぎる。あれやろ。すっきり見られへん。ショートトラックちゃ。あんなむちゃくちゃや。ショートトラックの。 韓国の選手もほぼ全員準決ぐらいまでで失格になって,て、うん、あそうなんそうやで。で、あのー、言うたらこれ分からんで、ね、いろいろニュースとかでやってたのはやっぱり中国の選明らかに韓国の選手が勝ってんのにその選手が失格になって次の中国の選手が繰り上げになったりとか、えー、今すごい多いよね。やっぱ で一回スローで見てみようみたいな1位2位どっちやろうみたいな時、うん、グてもう言ったらショートトラックなんてもうごっちゃなるほなスローで言うてそれは韓国の選手と中国の選手、うん、韓国強いからな、ね、ショットロックショットロック <laughs> ショットトラック強いからなほならここ見たら中国の選手が韓国の選手をもうこう手で押しのけてゴールしてるねスローで見たら。うんうん それ中国の選手が韓国の選手を手で押しのけてゴールしてんの。でもその韓国の選手押しのけられた韓国の選手が失格になってん, <laughs> んでえってなって俺はニュース見て「えなんで?」。ルルーほんなら <laughs> もう一回スローで見たらその中国の選手が韓国の選手をこう押しのけてゴールする前に。うんうん 先に韓国の選手が中国選手をちょっと手でこうちょっとだけやってると先にそうやってるからこの韓やった方が資格なんやみたいなことらしいんやけどこれでもなんか紛らわしい確かにな北京開催やしさんかまあ疑惑は持たれるとこではあるわなそうそうそううんんかそれでもらって選手も嬉しいんかっうやねんなうん それはあるよねそうなったらなもしまあ疑惑っていうだけで何とも言われへんけどまあねうんそうやね難しいとかなほんま血のりはあると思うけどね多少さボクシングってそうやんまあな時刻でやったらボクシングってあんまり言わへんや正直みんなまあねまあ明らか負けてたら負けやけどみたいなのあるからなどうしてもそういうところでねだからやっぱりその あれ平野選手とかすごいいなななと思うかん2回目あんま点テス伸びなかったけど3回目でそこを超えてくるだからその2回目のジャンプの時のアメリカの解説アメリカ版の実況あれやんめちゃくちゃ「んであれ?」みたいな「なあありえないよこれは99点だ」みたいなこと言って今までで一番すごいジャンプやったありえないみたいなこと言ってショーン・ホワイトとかさみんな映して 彼たちもなんか驚きでみたいなほんでテ数スで出てきなんだそれで春立ったよな春立つお見事金いや素晴らしかったこれかっこいいよめちゃくちゃかっこいいこれ男の中の男なんかこれあっぱれはこれもあっぱれでいいんじゃああっぱれはっといてこれはほんまに素晴らしいあのドラマがあるよねほんまやなこれからまだあんやな あと1週間ぐらいかあと1週間ぐらいあと1週間ぐらいまだ女子のフィギュアもあるし面白いなあと何が目玉やあのスピードスケートの女子のえっと何やったっけ小平選手ね小平選手とかね高木美帆さんね高木美帆さんがなんかえ5種目ぐらいでね あそうなんや、うん、1,500がう。で3,000がなんか4位かなんかやったっけ3,000メダル取られへんやったあそうなんや、うん、3,000がなんかメダル取られへんえなんか全部メダル取るんちゃうか急に言われてんやけどななんか一番最初なんか3,000からスタートかなんかやったんちゃうかな、うん、それはなんか、うん、でも1,500では銀でもこれもなんか高木選手からしたらちょっと納得いってはれへんのかなあれまだかなんかなあのパシュートあパシュート パシュートまだパシュートやったんじゃうかったっけ予選始まってねあ今日はうわーパシュート見たいパシュート好きやなパシュート俺だからあの前回の時も,見たてもらてなんか練習する言ってたよ俺やろうかなマサさんと誰と出る言ったっけマサさんと富吉さん <laughs> 前マサさんで壁作ってもらってで富吉さんやっぱりマラソンとか早いから<笑><笑>っていう話を前回のオリンピックの時にしてでしばらく経って NGK で富吉さんにおった時に美沢さんありがとうなえ,えなんすか ありがとう言ってくれててん。えなんか言ってましたね。あれパシュートのメンバー入れてくれてや。<laughs> そんなんでそんなんで俺言ってくれる人おらんで。パシュートのメンバー入れてくれてたやん。<laughs> あい,いえすいません。ありがとうございます。<laughs> えしてめちゃくちゃえして。<laughs> パシュートやりたいな。パシュートな。ちょっとなんか企画せんへんパシュート。パシ,ートパシュートやってみた。 ちょっと長、ね、くん見れてさ <laughs> 何どんだけできるか <laughs> 多分一周もできた <laughs> あもう並んで滑られへんからね <laughs> <laughs> すごいよいやほんま高木兄弟すごい高木姉妹ともう一人ねめちゃくちゃすごいちょっとなんかあのー、いろ,いろ、ね前うん行き過ぎた時に「<laughs> ちょっと待って! <laughs>」っていう何やったっけ パシトの時さはいミかすげえちょっと待ってあの揃えながペースそうあれすごいよなもうぴったりやんあと韓国の選手はいはい女子い地悪してうんどこで意地悪してんだんとあのこんかいオリンピックのこんな時に意地悪すなんまそんない一番意味わからんあのい地悪して一人でごいてくブりするやつあるな何の意地悪やねんそれ なんか起こるよなやっぱりその東京オリンピックってさちょっと多いな判定競技多いっつうのまだそうやねん採点競技そうやなんかもうそうじゃん記録出すやつとかでもこんだけんか審査のこうやっぱり夏夏季はやっぱ足速いでもの投げんのタイムそうやんかそういう採点競技っあんまないやんあるけど冬季はやっぱり多いや冬季多い やっぱり考えたら、昔からトとうってば多いイメージやろな。とニにハーディングからさ。<laughs> 靴ひ、泣きながら靴,靴ひも、靴ひも切れたって。あ、でも、マーリン。はい <laughs> <laughs> <laughs>。あ <laughs>、<laughs> でも、マーリン。で、なんか。襲<れ>ったりとかして。あー、ケリガン、ケリガン。がとハーディング事件。殺そうとしてやんだっ,っけ。むちゃくちゃ怖い。チェック、チェックはいい

カーリングもねロビーで花丸さんと見てたんやけど2人で「いやここ攻めるやここ攻めるや」言てて「っちゃ楽しかった絶対次ここですよとか言って全然違うとこだけ取ったいやもう四2手先3手先読んでめっちゃおもろい要はそこに止めれるわって言っやヤッって言ってそう「ヤそうそうだねそうだね。途中で言わへんね

藤沢さつき選手あ<ー>あの投げんのをほんますごいなと思って、うん、あの要はあそこにあんな止めれるなすごいよっていうのをすげえ思ったんやけど、うん、あの言うたらそれをさバーってカーリングのあれがバーって進んでいってさ、うん、それを見てる。あのやっぱ モップみたいなのでッとかってやる人らおるやんあ<の>俺あの人らもすごいなとさあ,あの人らの,その練習の仕方もむずいやろと思う <laughs> どういう練習しはんのかって <laughs> こらめっちゃこっちる練習するよそらでもそ,そんな伸び,よ伸び率はあんまないと思うあのねいやそれはやっぱこここんどういう練習してやるんのやろと思うこの距離この投げ方でこんだけ入ったらこんだけなるとか言って、うん、計算すけどでななるやんでもその。うん その練習がさ、編集するやい、やろなと思う。全然むずないよ。練習むずない。いや、すごいな。いや、あれ、だからこそ、すごいなと思う。ててんか、敵の意志とか、蹴ってまわへんのかな、思って。あ,<ー>あれが怖いね、俺も。見て,て、うん、あ、もう蹴って、ま、蹴ってまわ、蹴ってまわみたいな。うん、なんかもう、それ、触れたら、絶対反則やんか。もうん、でも、それが心配。 ないんかなそういうのはめっちゃ蹴ってもったりとかまあもしかしたらちょっとめっちゃこけてポあ、ーって自分が入ってもらったりそれが心配やねんようこけへんな思て、うん、すごいわほんまあとなんかそのもぐもぐタイム終わって、うん、じゃあ再開しようかってなった時に明らかにあれなんかここ置いてないみたいなさ石が、うん、<laughs> あっちがもぐもぐタイムでしゅ食べ物に集中してる間にちょっと壁作ってわからんようにちょっとだけなんか動かしたりとか <laughs> 真上に壁になる <laughs> <laughs> あれいよそんなんなくて安心したわないよなんか石も変わってきてるやんんか線越えたらなんかあかんからさはいはいなんかついてるよ何かあんなついてるやろ何かあんなついてりとかやっぱ進化してんねん俺も思ったなんかパッてアップな時になんか石にランプついてるそうやねんか線越えてあそれそういうことないそうそうなんかつくやろな すごいな。ちょっとな、カーリングもちょっと俺、興味あんねん、ほんまに。ロコ・ソラーレ。ロコ・ソラーレ、札幌。すげえよね。ソダねジャパン。ソダね,<ー>ね。ああ。やっやっ。かわいらしいしね、なんか。かわいらしいし健康的で。うん、かわいらしい。あの、インタビューの時も明るいね、うん。ああ。はーいとか言って。可愛らしいな。可愛らしい,可愛らしいな。んか。 笑こう、うん、女性ならではという。そうそうそう、なんかキャッキャしてて。うん、なんかそのカーリングの試合の時に、NHK イがなんかの解説かなんかで。前のあの日本だカーリングの代表なんか、めっちゃ綺麗な人出てて、道あるやろ。めっちゃ綺麗、やっぱりめっちゃ綺麗やみたいな、なってたみたいな、のってたけどな、ネットニュース。ああ、なんと。うん、なんか、ちょっとこうほくろみたいな。ああ、ロコソラレのね。あ、あの人ロコソラレの。もともとそうやんか。あ、そうなん。ロコソラレの。 ロコソラレじゃない人やで。あ、そうなん。うん、多分、別の、なんか綺麗な人。そんな綺麗にい,いた?。みたいたなんとかさん。市橋さん?も。もとはしさん。もとはしさんじゃない。うん、ええー?。市橋さんは、その市橋容疑者や、ね。<laughs> 誰がカーリングやんね。すぐ言うで、俺。あ、市橋容疑者です。あのカーリングしてるやつ。<laughs> 男やし。<laughs> <laughs> <laughs> 誰よめっちゃ聞いだろ市川さん,市川さんどんな人向こう見せてる市川何か市川がやるわけないかいつだからなんであいつがやんねん市川がやるわけないかいつ女と男の市川市川さんお茶運んでるだけやろ <laughs> なかお茶帰りのお茶出てた <laughs> いやそれ大糸の時のお前お茶運びの人ちゃうねんえなるほどな市川さんああえちょっと覚えてないわでも綺麗な人やわ そうそそそうううこの人うん、なるほど。がなんか出てはってえ。それでめっちゃなんか可愛いと可愛い綺麗。久々になんか見て「可愛いやっぱ可愛いみたいになってたつってやっぱり今スポーツ選手やっぱ綺麗な人多いもんね確かにジャンプの高いサラさんもきれ綺麗綺麗綺麗。いきれいきれいきれいなフィギュアのいてるのが当然しうん。昔からフィギュアのいてるのが全員綺麗やんかああ。うん最初の頃からずっと最初伊藤みどりさんはお前伊藤みどりさんは どっちかでそういうにもういっぱい回るとか <laughs> そういう方に注目されてやってすごい人や初めてなんか3回転ぐらいしはった人やろ伊藤みどさんすごいかっこいいあのー、歴史があるからねいやすごいなすべてのもうほんまにちょっとほんと楽しかったいいよなこれかも <coughs> あんま見れてへんだけど俺正直 も俺もなんかそんな主要なやつしか見てないし、うん、あ,あんなみたいねスノボでさ、うん、なんか障害物みたいなずっと「あい,いあれ見てて楽しいねんなあれの女子も終わったん,だ終わってんやあれ<分>あれ見てて楽しないあのーレースみたいなやつやそうそうそう「ああしゃああ」みたいなあれ多分女子も終わってたと思う、うん、あ,とあれよくないスキーのさめちゃくちゃゃく上から あの滑ってきてさ飛ぶだけのやつ飛んで回転するやつなああおもろいなあれすごいなエアーなんたらみたいなビッグエアみたいなやつストックなしてくれそうそうそうウィーってくるクルクルあれ面白いあれとかな見応えあるわあれな面白いな陶器はなんか迫力もあるしうんスノボのそうやなタラダナあの速いやつとかはい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 スキーのうんもう 大回転みたいなある大回転のやつなすごいかっこええやんあんなようできるよなすごいようん。あとあれねなんやったモグルうん、リュウジリュウジああ、ボブスレーのやつね、一人番うん、二人二人か、リュウジはあんなさ、ボブスレーはまださちょっとこう、防御というかあるやんリュウジはさ、もうほぼないやんリュウジが一人ちゃかった

なんか変わるんゃ重さが出てな分からんけど俺が見てたやつも怖いなと思ったほんまにすごいよなめちゃくちゃスピードやんむき出しすぎてあの乗ってる板が見えへんというかさ2人でほんまその寝そべって滑ってるぐらいの感じに見えるもんいやそういうの面白いなだから正直日本が強いもんしか見えへん傾向あるけどやっぱりんかいろいろ見たほうがいいと思う楽しいよねボブスレーとかもなうん 面白いよね。ああいうて、いろんないろいろあるな。いろんな競技あるな。面白い。ちょっとぜひね、あのまだ続いてるから。そうやな、ね。ちょっと俺後半頑張ってみよう。あのー、いろいろ大子さんに連絡してんよ、俺。うん、あのー、自宅や,やんかあ,<ー>あのー、やったのノコスプレ。トリンピック見てるみたいな。ああ、まあそうやろね。もうどこ見かれへんし暇やからな、うん、もうそうなるわな。まあ浜めっちゃ可哀想じゃない。 一回復帰したたのにまたそ<う>復帰して1週間ぐらいじゃうか、ん、なちょっとへこむと思うででもこればっかりはか、ねうん、しゃあないよねでもほんまへこむよね正直な俺らもさギリギリ,よギリギリやろほんまにずっと後ろ疲れてる感じで、うん、3日前ぐらいに一緒やった人がなってるみたいなのが結構続いたりとか、うん、当日でだ、ね、とあの前日とかもあるし、うん、そうそうそう,そうってなると逆に でよう逃げきれてんなというか逃げきってるというかな <laughs> なってい濃厚接触にもなってないしこれはちょっといつなってもおかしないなって思ってるな<当>うんやしなんかちょっと前よりあの前よりというか一番最初コロナが出だした頃あったやん、うん、ほんまに劇場とかも休、うんで、うん、あのぐらいのあれぐらいちょっとまた手洗いうがいもさらにちょっと強化してるもんな,なんか。 やってるでもそれでも,もうこれはもう今回の場合は感染力がめちゃくちゃ高いから、うん、そのまあ症状正直言いなんからそんな軽い的ないこと言うてるけど、うん、まあなあもう俺ばっかりはもうしゃがないわいだってよしよし師匠もならはあてよしよしんええー 「大丈夫大丈夫」みたいなインしてほんでこの間 NGK 一緒やったら<う>もう戻ってきて<う>ほんで聞いたらまあ一日だけしんどかったんだけどでも喉がめちゃくちゃ痛かったっつってたああ扁桃腺みたいな感じかな針刺されてるぐらい喉痛かったわって言ってただよ、えー、だからもうなんか症状軽いとか言う人もおるけど、うん 全然普通に大変な人な、まあ大変な人もいるから。もちろん。まあ、き、まあ、き、みんなつけてんねんけど。そうやな。うん、大変。これ、今回のは、前の、第何波とかと、ちょっと違うよね、これ。うん、その、ちょっと違うものになってへん、もう。広がり方というか。か、うん、ちょっと。この芸能界、特に多いけど、うん、それも検査するから、おお、なんの仕方ないと思うけど。うん、それいう人、まあ、多いな、と、あと、濃厚接触者が多いな。もう、うんうん、これは、ほんまに、ちょっと。 大大変変やややなりりくもうの人ももうだからロケとかも何個もなくなってるやんだからもうあれちゃうロケのスタッフが出てとかそれも多いからだからなんかほんまにちょっともうそういう段階驚かへんというかもう確かにまあまあそうかそうやなでほんまそうやなまあこんだけ増えてるしっていう感じやな俺も正直こんなんあるかもしれいけどそのうん 濃厚接触者で濱家みたいに2週間も休めたらもう,、うん、1>, もう1回かかった方がもうでもさかかっても別に待ったのあるやん、うん、そうか,、うん、だからでもこの年代これ今の流行ってるやつオミクロンオミクロンは2回なんの、うん、なってるといいのかなえどうなんやろなったらなんかどうの子のって聞くけどなえ今濃厚接触者って2週間休まのかなかの、うん、い,いえ7日あっ7日な、うん、7日やで いやそう大変やなほんまにだって毎日さあの誰々がなったとかさ<日>あと誰々が復帰しましたっていうニュースが毎日あるからなはいはい、はい、だから濱家パターンが一番しんどいと思うよあの戻ってまたすぐっていうそうだってかかってないしまあねほまな正直今回はもう分からんけどまだ、うん、健康なまま2週間さ休め強制的に。 1週間やっんだけどまた1週間やった時、ね、そう、うん、これ結構俺精神的に結構しんどいなと思うけどなそうやろうな、うん、ほんでやっぱりさ本人働きたいやんか、うん、いやしその例えば家族がいるとなった場合になかなか家庭内で勉強できへん勉強す違さ勉強隔離隔離するって限界あるやんそうやなホテル取るとかそうやね だから、その辺が難しいやろうなと思うね。うん。だから、俺の場合、東京一人やから。あ、なるね。そっちになると思うし。うん。じどう。な、だから、そういう方の方が多いはずやん。まホテル。世間の。ホテルと、ホテル。あ、取られへんや、正直。家庭が。だって、ホテルも。その。あかんのじゃん。あ、そっか、借りられへんのか。あの。そりゃ、そっか。うん、だって。ほんまや。それ、オッケーにしてるところなら、ええんやろうけど。 だからなんからそうやって別の家があるとかそういうのやったらまだ行けるやろうけどうん、うん、っていうことやろなそうやな、うん、まあ自主、うん、難しいとこやほんまこれはなほんままだまだここから増えそうやなどうなんのよな、うん、もう,もうピークはまだまだもうまあちょっとちょっと落ち着いてきたって感じじゃないほんわり こんなことは発ちゃうかというそのリンゴさんも朝から二週連続でねえ二週連続な二週連続で休まお休みっていうコロナ発症したからかそうかあそうか被ってもうてってことかなんかそれもネットニュースになってたよねなるほどあのリンゴさんが俺二週見れてへんやけどなんかモモカさんがやってって書いてたけどなモモカさんがあのやらはったってあすごいな、うん ちょっ,とってか言って「のばすいやんでわざわざおかっぱにしてそこはもう分かってやるよバレるやろうし <laughs> <laughs> ギブタン」いやギブスタンはもう桃タンをギブソンさんのやつ代わりにギブタンでそれ別ももタンでええやモモ子さんいてはんねんから <laughs> なんかそそでそこまでソバ味かけてギブタンにせるの大変やな大変小籔さんもなってんならはだな 大介さんって大介さん発症ツイッターで濃厚接触って言ったけどなほんまにどこからだからさもうほんまに俺マジ一切飲みに行ってへんのよもうこの状況やからそうもうこっちが映す可能性もあるから行ってへんからマジでこんなに生活変わるみたいなそう正直なあのまあ 感染予防とかめっちゃやるやんか当然みんなやってるしで電車とか乗るやんほらこの間もう電車乗ってたんやほら座ってた隣になんかおじいちゃんが乗ってはったんやけどあのんやろこうすごく動いてはったりとかよう咳しはったりほんでようやったら咳したりとかなんか視界にはこの辺にはいてはるからこう口元よさがってんねんよう見たらマスクがすぐずれて鼻出てんのよ。 でよう見たら「もうそれ何日目やねん」っていうモケ,ケモケモケなモケモケになってますか、あるやんららそれしてはんねん<ー>ほんですごいせきしてはんねん<ー>で、俺例えば仕事で誰か共演者の人が陽性になってそれで映ったとかでええけど<ー>俺これでもうたらもしな<ー>俺悔しいって知らないこと<笑><笑>腹立つ。<laughs> 正直な腹腹立つ腹立つつ、それは。だからちょっとやっぱりもう何やろその辺もあるやんどこで<ー>もう 俺どっっちかかなったとかでもしゃあないやんまあなでもそのこんだけ気つ付けててもらい場所なモケモケのマスクを何日もやってるおじいちゃんがもしそうやったとしてそれでなんか俺もなったとかなったらこ,こ,これはちょっと悔しいわっていうね,いね、うん、まあ分かる、うん、でこな間新幹線乗る時、うん、新大阪乗ったんやけどもう,もうマスク一切してんよなんかおっちゃんが一緒にたまにいるななんかもうなそういうと えもうさ遠くから歩いてもマスクしてへんでわかるやんほんで同じ車に乗ってきてもうそういったやっぱりなめもうめバキッかってなんか何かんかんのがみたいな俺せえへんけどああみたいなほらもそれも分かってんねや目開けてる怖かったうわもう絶対あかもう何も言うたらあかん思うて何かこの間飛行機でもまたそんな人いたってあのクレシで出てたなあそうそうそう から羽田かなんかあせえへんみたいなのんなっちゅうねんせえへんかったらその家おれよっていうことそうそうそうめもうなあるのわかるでそういうけど飛行機はさそそそううう他の人おんねんからもう今ルールがかってんやからマジで腹立たへんかったそのいやもうそのあんたも面倒くさいやろっていうそやねん 乗るる飛行機でででそののおっさんんせいい時間くらら遅れとととしたら、うんまあ、一,一いうもうマジでブチギレるともも言うもへんへんんもういいうて,、ええ、大人がってほんまへ社員についてきてる社員の女の子に「あいつどうなって 変ぞ。ハハてくれ。<laughs> ちハてハハ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 ハ警察ハハ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 ハらハハ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 んハ新幹線ハハハハハハハんハハ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 ハいハハ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 かハハハハハハハだハハ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 ハ 普通にしてくれやと思うね。まあ、な。ほんまに。これもお願いしますよ。そう、で、なんか、そこのルールとかもさ、なんかもうちゃんと。この、もう、いや、もう、それはもう、わ、わ、明確にわかるやんっていうルールは、もう、守って、守ろうやみたいなさ。これ、だいぶ今日切ってるで。いや、ほんま。やばない。俺、喫茶店とか行くやん。ほなら。最近、めっちゃ多いんやけど。喫茶店の座席で、な、リモートする人もんね。ズームとかでああ。 これめちゃくちゃ多いんよおーおーほなこれあのやっぱり喋ってると一緒やから、ね、そうやろう、うん、やしまずそうそうやん一緒やんほんでなんかその店員さんが、うん、すいませんみたいなちょっとそういうのはお外でお願いします、ね、みたいな言うたりもしはんねんけど、うん、なほなこの間もなんかそういう人おって、うん、そうやって注意されたんよ、うん、ほんならなんか あのー、あいとかでちょっとふてくされて、い,い言いながら外出るのかな、うん、外出ずにそこなんかな別で喫煙所があるん<う>喫煙所の中入って喫煙所でずっとそれやってるとかユタやんその俺はもうなんか傷肝苦気づかんふりして誰 <laughs> の手 <laughs> だて両手でだひもじ人がもらえてやつ,やつ <laughs> いやそれも試着からもらってきた <laughs> <laughs> それはもういやお前そこは守れやみたいなさまあそうやなええ大人がと思うわなホンマ何かちょっとね面倒くさいやろお前もそうやねそういったらんかすごいさ主義主張すごいしかしてがかそのクレの人もそうやなこれはなんか法律違反やみたいな俺思ってんのまずお前そこまでどうやって行ってんと思った帰りそんなにこれお前行きどうやって行ってんと思っ 船か何かで行ったり陸のでで行くやつやったっけ帰ってくる便やろなんかそんなやったと思うねんどっかから帰ってくる分そこまでお前どうやって行ってんんせずに迷惑だな恥ずかしいクレーの人恥ずかしいと思ってむせやろね言うてた恥ずかしいですうんもうあの人もうや。それはほんまかな家やもん自分のうんもうやめてやめてって どうする親父とかがさ、なんか一緒にちょっと移動せなあかんとかって飛行機でマスクしてずになんかシエさんに言われてるのいやせやせもう決まってねやろ法律で <laughs> とかじゃぶち切れるよそれが普通やんからねそ,それ言うよジョーマンもねそれいせへんや <laughs> どっちも黙っどれ、ど <laughs> れ、ね、どれ、っれ、ど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 れ、なれ、どれ、どれ、どいどれ、どれ、どれ、やれ、ど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 もどれ、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 どたどれ、どれ、どれ、られ、どんどれ、どれ、どれ、んれ、ど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 らどれ、どれ、どかられ、どれ、ど <laughs> れらら、どれ、どれ、どれ <laughs>、どれ、 もし親父はったとして喋ってるからそのその人の身内ももう恥ずかしかったやろな恥ずかしいかそんな人やから多分ああなるほどねもう分かってるから申し訳ございませんっていう気持ちの方がでかいかもしれんねそういう人やからいやちょっと何やろ黙ってせやつや俺手から言えやいや行くぞ あいせん、あいせんもわかったから、かからもうおもろおもろおもろ、もうもうブリーフダルダルなとれ、<laughs> <laughs> なんでブリーフいっちゃうてお前、バスクセット取ってんの、ね、<laughs> 聞いたんええとんだ、ね、お前、シーさんも横向いてやるやろ、お <laughs> いてかせあいせんは、防衛 <laughs>、ーー <laughs> おえちやったら、<laughs> おえちゃったらですよこれね。 ちょっとね、うん、あのー、<い>気つけてね、はい、やりましょう。えー、じゃ、それではね、一曲目、聞いてもらいましょう。サニーデイサービスで春の風。津田市ビンビン物語。 いつまでもモテたい、いつまでも若くありたい、えー、アンテナをビンビンに張り巡らせていけ、えー、ているおじさんを目指す津田敦弘45歳に、巷で流行っていることや話題になっている最新情報を教えてあげてください。い興味ある情報があれば津田が実際に体験しに行きます、えー、と。なるほど いうことこでメールを頂い,いてるんですけれども、はい、こちらは東京都の MD さん、えー、先日漫才劇場の女性芸人たちがやられている配信を見ていたのですが、うん、その中で今年流行する最新のポーズを紹介していました、うん、それはルダハートという韓国のアイドルグループ、えー、宇宙少女のルダさんが、うんえー、考案したポーズで。うん 両頬を挟んで、えー、両手でハートを作るポーズだそうですダヤ<ー>の二人は職業柄写真を撮られる機会が多いと思いますルダハートで若い女性人気を狙ってみるのはいかがでしょうかちなみに僕は写真でピースをするのも照れてしまうタイプです写真でピースくらいするよこれルダハート知っ <laughs> てるあ、知ってるのあ、そうそう、おテルおテルすげえな、なんで知ってるのなんか教えてもらった娘がへえルダハートってのがなん張って,ねてなんか俺がなんかノリでさん子供に ってくたじゃんそんなんもうフォークルテでってルーダーハートやでってはそれチンパンジーみたいな顔して <laughs> これルーダーハート、えーほんま、おーおーてるおーてるルーダーハート宇宙少女のメンバーやって宇宙少女あの韓国アイドルグループ宇宙少女いっぱいいてやねんな韓国のアイドル,グループ俺もめっちゃめちゃくちゃ好きないねあーそう、うん、エスパっていうあエスパー伊藤んあんまりエスパい エスパの人たちが入院してるけど <laughs> エスパっていう女性のアイドルグループの中のウィンターっていう子いいんやけど、えー、エスパのウィンター、うん、冬やんそう、冬子って言われてんのエスパの冬エスパっていうグループのウィンターっていう子いいんやけど、うん、その子も今までらいろいろ韓国でいろいろアイドル出てるやんから、うん、ピカイチああそう,うかそれ何がピカイチ可愛いってこと顔もいいし歌もいいし、えー、踊りもすごいしすごいあの とどっちかンあの頃だよね。昔の。あれも完璧すぎて怖い。ウインター、でもすっごい。エスパのウインター。ウインター。ウィンター。これもめっちゃ有名なとこうで。まだそんなじゃあそこまで来てない。いや、韓国ではもうめっちゃ人気あるけど、日本ではそこまでのあれけども来る。エスパのウインター。ウインター。冬子。冬子ね。冬子ペン。ペンっていう。そのファンのこと。 ファンのことをペンっていう。推しっていう感じ。ああ、なるほどね。推しをペン。冬子、だから冬子推しみたいなこと。そうそうそう、ウィンターペン。なるほどね。脱毛いってんのかいな。もっと俺、各国アイドルの話じいそんな話家さんみたいにさ、金ソゴールで君、脱毛いってんのかい脱毛見てるよ。脱毛どう脱毛の調子。調子ってどうやろな。えー、まだあの、楽。見てみる今どんな状態かチンゲン。ウスタルかチンゲ いいの同じようあ YouTube 流すんかチンチン出したかバンされるあの言うたらもう何回目2回いった2回目だからセルフやから全部自分でできるとそうそうそうそれはすごい体勢やってるもんカいいの見ながらパン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 

あ、そうなの、うん。やっぱこ残しておきたかっこいいから。<laughs> でも、もうでも、基本やってる。バンバンバババババ。バババ。重撃戦してんのでも楽、ほんまに。でも、ほんまにやっぱりその、まあ前回も言ってたけど、やっぱり恥ずかしいから行きたいけど行かれへんっていう人が、ほんまにやっぱり今でも多いと思うのか。 ね二人前に入れるからカップルでやりやりやできへんとこやってもらったとかカップルのお尻ももして親子でもできるやけいいやなお母さんと言ったらお前ももしてさ座役っていうような感じであれなそれってさそれってあれ脱毛とかを別にしなくても あの座、ー、薬だけ入れに行ったりとかしてもええの <laughs> そういう機械あるん,なんか押し入れがめっちゃ開くそういうあの当たりがないけ <laughs> <laughs> どこうすごいどこどこにも当てずにスンって入る <laughs> そういう機械があるもしあるやんとそれはこれ何か熱出た時とか座薬だけ入れに来てそんなに怖いそんなに怖い座薬入れるたびに穴広げるのが怖いやん <laughs> 何か意味がいい <laughs> いやじゃあ,あのほんまに簡単にできる機会がい、ええ、これ一通りやんのにどれぐらい時間かかんのまあでも慣れたら30分40分30分ぐらいでできると思うよれ、うん、慣れたらだええな最初ちょっと分からんからちょっとまあでも教えてくれるからバン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 パンっていやめもういいよめっちゃええよね、うん、もうだからもうやっていくもう全部なくすだそれでもう言うたら、うん、あのちょっとほんまは あのー、なあほんまに多分男の人で恥ずかしいっていうのがそれが正直それもゼロよ恥ずかしさゼロよ<そ>ただもやってるとき鏡に映る自分ちょっとだいぶ恥ずかしい<あー> <laughs> パンパンパンでその恥ずかしいっていうのが人それぞれなんか違うよんかこれ自分はこれは恥ずかしいって思わんくても、うん、この人はこれがめちゃくちゃ恥ずかしいみたいなのもあるやん。 これは共通で結構恥ずかしいと思うからまあねそういう自分ででできるのでかいよ陰部はねそ<う>いいやろうねちょっともうこれからもやってって、あのー、もっと綺麗になりたいと思いますよ本当これはだから、うんあのー、また、あのー、どんどん最終的に最終的にはい るんとななってるんとなりますういうこと、えー、いというわけでねこれね1回40分で個室に1人もしくは2人で入ることも可能と、はい、メンズレディースどちらでも利用できるので例えば一緒に来て彼氏は脱毛、うん、彼女は美,美肌器を使うということもできると。はははいはい、はい へんと,ところのね背中とかできたりできます、ねはい、個室内にででセルフ脱毛器セルフ美肌器セルフ育毛器があると、うん、脱毛だけではなく最終的にはつるっとした全身美肌美顔になれると、うん、やり方も動画で確認しながらできるので安心して施術,、えー、術できると、ね、いうことでございまして大阪・北浜にオープンに加えまして3月1日には京都・烏丸にもオープンします詳しくはホームページをご覧ください、うん、ABC ラジオ公式ツイッターにリンクをアップしています、はい 権隣脱毛シリーズ。はい。テ、えーマはですねセルフ脱毛キでございます。キさんね。キさん。わかりました。えー、じゃあねちょっとまた来月もどうしようしよう送ってきてください。お願いします。ボーンワングランプリ。 えー、マックスさんの曲の最後の締めといえば「ボーン」という爆発音ですがそんなマックスさんの曲の締めに勝るとも劣らない「ボーン」の新しい使い方や意外な使い方を、えー、考えておくってください文章の中で、えー「ボーンは何回使っても OK ですと」と、はいえー。こちらは兵庫県の桃色アイシャドウさん、えー、先輩と行った定食屋でメニューを選ぶ前に「さばニでええな」と決められた時。<laughs> 鉄井さん確かにボーンってなるわななるねなサバニーやねんっ思ったサバニーでえな <laughs> <laughs> 違ういそれななんでやったやろなそれはな別にサバニーなんでさ別に一番安いわけでもないやんそうやなんなんであのー、サバニーでえな,って,っ,な,えなって言われてサバニーでえなってなんでやろうなんかいいう不思議やな答えようがなかった名物なんかなって <laughs> <laughs> 大阪府の空ら失礼さん、えー、スキージャンプ団体で高梨沙羅さんの代わりに那須中西さんが出場したのですがウェアに着替えた瞬間失格のボン似てるのいやまああれちゃう、あのー、判定がね、うん、あの前のショーレースで判定が早かったから那須中西<な>ショーレースでね那須<の><な>中西漫才見てたんっていうタイミングであの。 ノンスタイルでちょっとわからんかった、うん、大阪府そば食いさん野坂昭之から顎にパンチを食らった大島渚がマイクで殴り返すたびに会場にボーンという音が響いていました, <laughs> た迫力出そうすごいもう十分やけどなおじいちゃんがおじいちゃんをマイクで殴ってを見ないよ <laughs> 福岡県右投げ左打ちてるやつさん 今田さんが M-1 で司会者なのに審査員のようなコメントをしてしまった瞬間にボン聞いてくれてんまあね巨人賞が言うに巨人賞がちょっと注意したという巨人賞は何でしたかな巨人賞かもわからんなな確かに、えー、続いても右投げ左押してるやつさん、えー、小室哲哉さんがダイヤンに楽曲提供そのタイトルが二人のボーンでした <laughs> もうこれで終わるかもしれんな <laughs> これだけ効果音ですよ、ね、<laughs> 次でも右投げ左打してるやつさんマックスさんがツイッターのフォロワー全員にボンを配ると発表していました <laughs> 前澤さんみたいなどうそうやな <laughs> <laughs> もらってもら <laughs> え以上となっております、えー、来月もどうしようし送ってきてください もぞもぞエンゼルスの大谷選手について僕が可愛いと絶賛連発しもぞもぞすると発言したことがネットニュースに取り上げられましたがそんな大谷選手ばりにもぞもぞする人やものや行動を考えて送ってください,い、えー、東京都の MD さん、えー、いつもコンタクトのバイト先の女の子が眼鏡姿で現れたとき。うわ わかるかわいいな、うん、ドキドキするなするね俺はするわ、うん、ええー、神戸市、うん、鬼坂みかんさんえー、学校の授業でプリントを回す時前の席の女子が振り返って笑顔で渡してくれた時わ <laughs> かるわかるまあな、ね、嬉しいわ、ね、好きなんだな。嬉しいなこういうちょっとしたあれがドキッとしたりするもんね福岡県右投げ左してるやつさん 初めて彼女の家に行った時、部屋に充満しているシャンプーの匂い。まあ、な。シャンプーな。あーまあ、な。香水とかじゃなく。シャンプーね、ーな。うい、ん、な。あれ、そうか。シャンプーな。でも、すごいな、シャンプーの匂いがそんだけ、やっぱり女のしやから。そんなする?。そうや、し、だ、女のしやから、毛が長いとかもあるのかな。な短くてもそうか、すずとかしてたもんな、<屋>シャンプーの匂い。<laughs> すれ違ったりとかした時、あ、シャンプーのした。あ、すずや。 もともと、すんなよ。<laughs> 学士やろ。ええ、ね、すんねえ、学士。<laughs> 大阪府竹下竹武さん。おにぎり、おにぎりをパクパク食べている女の子。あえな。なんかわかるわ。なんか元気な。わかる。好きやな。うん、ええー、京都府の隣の式部さん。ズボンがタイトすぎて、お尻の形が全部出てる人。ああ。

確かにいやびっくりしたのこの間骨太体型なんちゃういやいやあほんまびっくりしたのこの間女子の黒人さんみたいなだからそのキューバのバレー選手ぐらいのケツはしてはるよすっごかったでも男の漫才師やから確かにズボンの丈まで短いのそれがすごいのよテツさんはちょっとテツさんいつも丈短いねのよほんでケツあのでかいから確かにな あの大きいわがっちりしてはるなさあ,、うん、あんま言うな福岡県右投げ左してる<笑><笑><笑>小学校の頃に三時間目くらいから匂ってくる給食の匂いあるけどわかるよそれはモゾモゾじゃないのグーグーやろいやいや <laughs> もともとすんねんそれで変態やねんかはいもともか<な>興奮するあで興奮すんねん給食によいにお腹すくだけやろ兵庫県タラフクみたらしさんみんなの前ではぶっきらぼうやけど一対一で話したらめちゃくちゃ優しいクラスメイトートまあねそれ、あのー、だから漫画とかのこと言うてるだけじゃんいやいやでもい外と大体みんなそうやんそ,そういう人多いよかな 京都府の隣の式部さん、えー、めっちゃ可愛いのに服がちょっとだけダサい女子嫌やよ俺でもいや分かるめちゃくちゃショックや俺めっちゃ嫌やよ俺いや分かるなんかでも,おも,ろもう今なんてさでも、まあ、ダサいことあんまおらんやんいいあのめっちゃおしゃれか普通かみたいな、うん、でもまあそん昔とかはいたやろうけどなあまあなうんえー 福岡県の右投げ左してやつ <laughs> もうこ,もうこの人しか送ってないの <laughs> いやいやそこは僕来てるま採用率が高いよねえー、ドッチボールで男子の速い球を上手にキャッチしたけどキャッチできたことにびっくりして急に泣き出す女子うんとおんの取れたことに泣くやつおるか わわかか,かかかるるなんとして、うん、ただもぞもぞっていうかれどどるなそれよりなんでやろうっていうんで泣いてんねんやろうっていう小学生ってとんでもないことで泣き出したりするから <laughs> これはあるでしょうねちょっと一風変わった女の子。<laughs> えー、この方五十嵐さん。 休み時間に教室でふざけておっぱいを触り合っている女子グループああそれはドキドキするいやこんなんな最高やなちょっとだからやんちゃ系の子なんかな,なちょっとあのー、<laughs> 何あの <laughs> ちょっとちょっと待って <laughs> ちょっと目立ってるこういつまであの呪縛からありがとう思い出さたしもう毎毎月一回言うてへんうあの子が体育祭で走っておっぱいブルブル,ブル <laughs> あれは今でこの年なった三十年,年前の三十年前にヤンキーやった女の子が体育祭出しておっぱいがブルブル売れたまだ言うっていうのはめちゃくちゃシコったやろ。<laughs> <laughs> そこからもうただすっごいやいやじゃあねその30年経ってんのに <laughs> まだこのこと鮮明に覚えてるって,で覚えてん俺ようあの時あの次の人がちゃんと学校行ったなと思うわあんだけショッキングない30年後もしっかり覚えてんねんてただけでやでたただねそこにはやっぱりポイントがあって俺の中ですごいやっぱりなんでこんなインパクトあったかっていうとああああその女の子は「

1 0円で、どんだけエロが少なかった <laughs>、えー。以上となっております。はい、来月もどうしろし送ってください。はい、さあというわけでエンディングでございます。はい、まあ今週も後日まとまりでございましたけども、そうですね、今週中今回もねあっという間でございましたけども、はいえー、引き続きですね各校内の投稿をお待ちしております。えー、メールは dai@abc1008.com、dai@abc1008.com dai えー、ツイッターはですね、えー、ハッシュタグラジオさんでつぶやいてください。はいえー、次回は3月に、何っっっ3月20日やごめんなさい3月20日に放送する予定でございます。はいね、ABC ラジオ公式でまた、ね、お知らせしますので、期待してください。期待して,期待してくださいってね。3月, <laughs> ど<う>3月20日の一押、ね、しやん。今回さ、うん、ちょっと切りすぎてないなんかいろいろ切ったな。 もしかしたらちょっとねそういう注意されるかも社員さんとかもあん,、まあんまりそんな政治のこととか言わん方が <laughs> あれやっていうのは言われるぐらいちょ,ちょっとだいぶ切り込んだけど、うん、ちょっとね大丈夫かなと思う今の,の影響ないかなってな,なければいいんです、ね、<笑><笑>まあまあ来月何もなければあると思いますので,です、ね、お楽しみください、はい、というわけでございまして、えー、今日も最後まで聞いていただいた皆さんは声大しっす <laughs> さよなら <laughs>